初陣は誰しも実力を発揮できぬもの。何回ポカをしてもご愛嬌というやつです。ビギナーズアンラックみたいな。ま、相手はあのエセイケメンですし、まずは。
主人、行きますね。バリバリ乗ろうぞ。天罰的面、なんの、それ、私、輝いてます、乗ってきた。やっぱ、人の世は儚いものですね。頑張りますね、ご苦労様。それ行きません、それ。したことが失礼。ガウェイン、挨拶。従者のガウェインと申します。以後お見知りおきを。どうか我が主の良き好敵手であらんこと。それでは失礼します。再会を。
ご主人様。あの顔はまだ不安いっぱいで、私のこととか眼中にない感じですね。してないで、こっち向いてください。センシティブな悩みはもうちょっと手を汚してからの方が有意義だと思います。そこまでです。今のご主人様は弱々な状態なんですから、悩んでもいいことなんて一つもありません。弱り目にたたり目、泣きっ面に8、年上の女房は7に入れても即ゲットと申します。ですのでここは一つ無理にでもあげていかないと、お一人で悩まれるのは辛いですよ。やっと笑ってくれましたね。主人様、せっかくお部屋をいただいたことですし、ここは改めて自己紹介をいたしませんか。私の方からご挨拶をば。私の身名は諸事情 Z 的な規制などによって明かせませんが、それはもう由緒正しい、自分でもどうかと思うぐらい霊験新たかな狐耳のお手伝いさんです。どうぞ気兼ねなくキャスターとお呼び捨てくださいね。安く呼んでくださった方が嬉しいんですけど、私ったら行っちゃった。余計なこと口走った。Z 的な規制というのはですね、
エロエロなことをしちゃってもいいんだぜという意味です、きっと。でも、私は空気が読めるので、そういうのは自粛中ってことで一つ。ご主人様も、あまり女の子の過去とか詮索しちゃダメですよ。物分かりのいいご主人様で嬉しいです。まあエロエロなのは R で Z まで行くと人体をこう流血させたり爆発させたりコロコロしちゃうことなんですけどね。次はマスターの番ですね。記憶が曖昧でも分かる範囲でこうドーンとかましちゃってください。ですよマスター。記憶なんてなくても困らないし、何かの拍子でサクッと戻ってくるものです。他ならぬていうか、戻ってもいい記憶だって保証もないし、むしろ戻らない方がいいことだってあるようなないような。わかりました。過去花はまたの機会にとっておくとしましょう。戦いも恋愛も前向きが一番です。ええと、そろそろ時間ですね。いつまでも話していたいところですが、ご主人様にとってこれは初陣。休憩はほどほどにして決戦への準備にかかりましょうか。楽しい話はあの生意気なワカメ頭を懲らしめた後ということで、
よしの話だよ。ご主人様からの魔力を感じます。この言葉には表せない経験値的なもの。Ha ha ha!